エウスタヒエラズムサングシコは、ポーランドの貴族、軍人。サングシコ家の公、公爵。ヒエロニムヤヌシュサングシコ公とその妻のツツイリア・ポトツカの間の長男として生まれた。4年議会の際に国会議員となり、1792年の国権戦争では、愛国派側の騎兵旅団長として、ジェレンツへの戦いを指揮した。1794年の古出では、 やはり愛国派の陸軍少将、師団長として戦っている。サングシュコは1794年6月6日のシュチェコチニの戦いにおいて、最高指導者、タデウシュコシチュシコの命を救う功績を立てたが、ワルシャワ包囲戦では負傷している。ワルシャワ大公国が創設されると、貴族徴兵軍の司令官を務めた。1812年ロシア戦役に際しては、 皇帝ナポレオン一世の参謀幕僚となり、旅団長として遠征に参加して、モスクワ占領に加わった。1813年の2、旧友のユゼフ・ポニャトフスキ公が放棄を起こしたときは、家族やウクライナにある所領を守る必要から、放棄参加を拒否し、そのため上官だったポニャトフスキによって、不名誉な形で軍を除隊させられた。ナポレオンの没落後は、 田舎の所領に戻って、地主として暮らし、1817年から1820年まで、ボルイーニ地方の総督を務めた。ビルトゥティミリターリキ級勲章、レジオンドヌール勲章騎士級勲章を授けられている。1798年に、クレメンティーナ・チャルトリスカ公女と結婚し、二男一女の三人の子女を設けた。長男のロマンスタニスワフ・サングシコ。 次男のブワディスワフヒエロニムサングシコは、共に軍人となった。ありがとうございます。